どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは2019年にオープンしました埼玉中央のホームズでございます。こちら角上魚類なども入っているんですよ。この周辺にお住まいの方めっちゃ便利になりましたね。今回こちらのですねホームズから5分ほどのところにですねプラウドが建設されるんですよ。今真正面映っているのが目立ちますね。プラウド大宮でございます。その後発となります。はい、ということで角上魚類などが入るホームズから5分ほどで現着でございます。仮称埼玉市大宮区桜木町計画でございます。こちら建築看板となりますがまだ着工しておりません。で、気になるポイントとしてはこちらのポツーンとある戸建てですね。これはどうなんでしょうかね。そのままなのかどうか。すごーく東西に長い土地で、ね、綺麗なんです。現状はそこだけ残っているんですが、まあ、着工前なのでどうなるのかなっていうところでございます。周辺の状況はこちらはもう区画整理事業内でございます。こちらザ・パークハウスであったりその先の先ほどのプラウドですね。あちらと同様に、まあ、区画が整理された中に立つので壁ドンとかにですねなったりすることもないです。また今回ですね14階建てですので、まあ、西寄りに建てるかどうかはあれですけどもザ・パークハウスの東寄りの住戸は一部影響はありそうですね。ザ・パークハウスと同じ背の高さになります。でこれからもし中古でザ・パークハウス大宮検討される方はこちら今回のですね建設されるプラウド大宮ホゲホゲが眺望に影響してくるという感じになりますのでご注意くださいませ。こちら事業者野村不動産なので、まあ、プラウドっていうのは間違いないと思います。分譲であればプラウドで確定と思います。そして設計大成建設なので施工も同じく大成になるんじゃないのかなと思われます。こちら倉庫数52個の14階建てなので単純計算でワンフロア4個になりますね。単純計算ではありますけどもワンフロア4個です。なので稼働重固率を全部横長で作ったとしても 50% いけますね。中重工もなんか両面バルコニーみたいなそんな感じにしてくれたら嬉しいですけどもね。だからこれワンフロア4個って考えるとワイドスパンにしてくれるんですかね。それともどっちかに寄せて平置きの駐車場とか機械式内の駐車場にするのかっていうところですね。やっぱここが気になるところですね。これも一緒に建設地として入っているのであればより綺麗なものが作れるなっていうところです。その奥で JR 東日本のですね事務所建設中ですがあちら眺望面は影響ないですね。あるとしたら正面の湯和コート大宮というマンションですね。あちらが8階建てなのでまあ単純計算で9階10階になってくると結構な抜け感となってきます。まあ、どの道この道1175平米に対して建築面積が461なので結構空地率はそこそこ高くなるので、まあ、どういう建て方にするかっていうところですね。どっちに寄せるのかとか、まあ、全戸南にはしてくると思いますけどもね。やろうと思えば全戸角重戸も行けると思うんですがここであえて北方向を開口部にする意味はないので、あでもそっか西東に分けるっていうのもありますけどもね。そうすると2面は南取れますしね、まあ、どういった建て方になるかが非常に楽しみでございます。階高はちゃんと3メートル確保してくれます。2021年5月1日から着工になりまして2023年の3月31日に完了予定でございます。なので公式ホームページ本当早くて年内できますかね。年末ぐらいに販売してくれたら面白いですね。でおそらく大宮駅徒歩5分表記取れんじゃないかなと思うんですけどもしかしたら6分になっちゃうかどうかってところですね。5分取れたらいいですね。南側に来てるんですけども南側のブロックこれが何階建てかはちょっと書いてないですね。まあ、そんな背の高い建物はできないかなとは思いますが敷地を目いっぱい使っているので
まあ、どの道この道南側は雪道残るはずですので壁ドンという感じにはなりません。周辺相場なんですけども、記憶に新しいところがこちらのザ・パークハウス大宮でございますね。2017年地区で、こちらは大宮駅徒歩5分なんです。なのでどうでしょうか、6分になっちゃうのかな、難しいところですね。新築時の坪単価が約295万円で、現在ですね1割ぐらい上がってます。現在は坪単価320万円ほどで動いております。そしてそしてお隣がプラウド大宮でございます。こちら2014年地区です。こちらも大宮駅徒歩5分です。新築時の坪単価が約245万円、当時は安かったですね。まあ当時安いとは思わなかったんですけどもね、どん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 大宮も上がっております。で現在坪単価約300万円ほどです。2割ぐらい上がってますね。でこちらのプラウド大宮に関しては22階建てでございます。かなり背が高いでございます。こっちのザ・パークハウス大宮はバルコニーリンコ境を隔て板低いのにしたんですよね。三菱地所レジデンスにしたら珍しいなと思いましたけどね。プラウドがビシッと上まで決まってて、まあ、中住戸に関しては逆張りなのでコンクリートですし、まあ、そういった点ではこのザ・パークハウス大宮はちょっと地所レジらしくない部分もありましたけど、でもやっぱかっこいいですよね。こちらがザ・パークハウス大宮の背中部分です。このエントランス周りはやっぱり自所レジらしいですよね。素敵なものになってます。でこちらがですねプラウドの背中側でございます。この辺はやっぱプラウドって感じですよね。ザ・パークハウスとの違いがまた面白いでございます。で今回ご紹介しているプラウド大宮ホゲホゲなんですけども、もともとはこちらの UI クリニックがあった場所でございます。 UI クリニックはプラウド大宮とザ・パークハウス大宮のですね北側に移転しております。駿台予備校の隣でございます。そしてこちらがですね開業初日に泊まった記事を挙げたカンデオホテルズ大宮でございます。こちらの当時の記事もですね今回公開する記事に URL 貼っておきますので合わせてご覧いただけると幸いでございます。そしてあちらの赤いタワーマンションがですね大宮ファーストプレスタワーでございます。いいですね、コスモスイニシアのタワーマンションです。25階建てになっております。あちらは2008年地区でございます。あちらも大宮駅徒歩5分表記です。新築時の坪単価が230万円で、現在坪単価270万円ほどで動いております。内廊下の素敵なタワーマンでございます。今アニメート大宮に来てるんですけども、ジャックキャラ友崎くんですよ。まもなく最終回なんですよ。こちらですね大宮駅周辺舞台となっております。武蔵浦和、北与野、大宮、東岩槻などがですねよく出てきます。個人的にはひなみさんとくっついてほしいけどどうなるんでしょうか。まあ、今回のプラウド大宮ホゲホゲですね、弱マンではなく強マンであることは確かですね。価格も強きそうですけどもね。ビッグターミナル駅大宮駅まで5分ほどですからね、めちゃくちゃ便利ですよ。今大宮駅の反対口、東口側の方に来ております。西口と大きい違いとしては、まあ現状としてはやっぱり西口の方が綺麗ですね。もちろんこの東口側のわちゃわちゃ感というところも魅力ではあるんですけども、西口側の方がしっかりと整備されております。もちろんこちらの東口も将来的にはですねもっともっと綺麗になっていくかなと思いますけども、西口の方が大宮を知らない方もとっつきやすいかなと思います。まあこっちの大宮詳しい方はむしろこの東口の光景こそが大宮って感じかもしれないですけども、広域の方からすると西口っていうのは非常にとっつきやすい綺麗さです。西口も少し歩くと再開発エリアも入っておりまして、ああいった形で綺麗な建物もできてきております。将来的にこっちの東口もどう変わっていくかというのは楽しみですね。では西口の方ですね、戻ってまいりました。西口はこのようにですね駅の改札口からペデストリアンデッキが整備をされております。ジャックキャラ友崎くんのオープニングにも映っている蘇合大宮です。もう一度プラウド大宮ホゲホゲのですね建設地に向かいたいと思いますが、こちらのマックのですね隣のペデストリアンデッキを降りるのが一番楽かと思います。おそらく表記もここ降りたルートで通るんじゃないかなと思います。でこちら降りたらですねそのまま直進をしていきます。
駅前周辺はまあこうやってパチンコ屋さんがあったりとか、やっぱこっち口もわちゃわちゃ感はあります。ただこのアニメイト付近からですね、そんなにわちゃわちゃ感がなくなってきます。こういった感じで新しめの建物が建ってきたりしています。この辺はもう区画整理事業内でこういった形で事務所店舗ですねというのは建ってくるんですけども、どれもこれも新しめでございますし、ちゃんと接道も取っておりますので便利な大宮駅から徒歩5分ぐらいなんですけども、道のりが綺麗ってのはいいですね。こっち側も結構生活道路っていう感じなので、そんなに交通量もないでございます。途中セブンイレブンもございます。おそらく通学校は桜木小桜木中になるんじゃないかなと思います。そちらとどっちも10分ぐらいでございます。まあ、この辺は予備校だって、まあ、このサピックスだったりですね、いろいろとございます。なので教育面力を入れたいっていう方もよろしいのではないでしょうか。そしてザ・パークハウス越えるともう建設地見えてくるんですけども、これ結構手前からも見えてくるので背中側かっこよくしてくれると嬉しいですね。信号なしフラットでございます。まあ、駅が改札階が2階なので、そこからペデストリアンデッキから一度降りる必要ありますけども、降りてしまえばフラットな道のりで信号もございません。これはいい立地ですよ。で線路からもですねそこそこ離れます。まあ、全く聞こえないって感じではないでしょうけども、線路真横っていう感じではないですし、南向きですね、確保することができます。今角上魚類の入るホームズ向かってるんですけども、その道なりもですね将来的にもっともっと綺麗になる予定でございます。いやー、しかしこのホームズが近いってのは便利ですね。いやこれいいですよ。生鮮も扱ってますからね、それぞれ素敵なお店が入っているので、ただのホームセンターではございません。気になる価格なんですけど、全く今スペックとか何も公式ホームページもない状態ではあるんですけども、坪単価370とかそんぐらいかなっていうとこですかね、ファーストインプレッションとしては。なので70平米で、まあ、8000万円を超えないあたりが平均になってくるのかなと。武蔵浦のケーズ電機跡地、まあ、相場からしたら坪300ぐらいかなっていうふうに記事でもお伝えしたところで、そこは皆様違和感ないと思うんですけども、最近の野村不動産価格が強気なんですよ。その代わりスペックは高いんですけどもね。なのでケーズ跡地も坪350ぐらいじゃないかなと予想情報修正いたしました。まあ、その代わりあちらユカイフルつくこととか決まってるんで、スペックは高いはずなのでそこは楽しみなんですけどね。武蔵浦は便利ではありますけども、坪350ってなるとおーってなりますけども、野村不動産今後川口そして浦和でも出してきますね。なんで埼玉県の京浜東北線と埼京線沿いで供給が続きますので、まあ強気で来るでしょうねこのプラウド大宮宝業法も坪400は超えないと思うんですけども、370と予想させていただきます。で武蔵浦和のケース跡地は350弱とかそれぐらいかなと思います。相場的には300なんですけどね、向こう。でも野村不動産最近はもう強気強気強気ですから、武蔵浦和が駅直結になったとして350だとしたら、こっちが5分ですけど、まあ大宮は駅力ありますので370でも違和感はないかなと思います。周辺相場はこっちの大宮の方が当然高いです。はい、事務所に戻ってまいりました。角上魚類でシース買いました。おいしそう。うめにゃ。はい、ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。アニメイト大宮でジャックキャラ友崎くんのグッズを買いました。こんな感じでですね、大宮駅周辺が映っております。こちらはですね、ポップをツイッターに投稿するともらえるポストカードでございます。そしてこちらはですね、1000円ごとにですねランダムでもらえるブロマイドになるんですけども、ひなみさんが当たりました。いやー、みんな可愛いんですけどもね、いやー、ひなみさん推しではございます。ということで大宮駅の強そうなマンションプラウド大宮ホゲホゲ建設予定地周辺のレポート動画でございました。今回記事の方も同時に公開いたします。こちらの動画の概要欄に記事の URL 貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。鬼とど
いやでも俺菊池さんも好きなんだよな。迷いますよね、迷いますよね、マンション選びも。でもこんな高い時代だからこそ、高かったとしても強いマンション買わなきゃダメなんです。プラウド大宮ホゲホゲは間違いなく強い鬼タダです。